署がいます。こちら苫小牧警察署です。付近の道路歩道を飛び出す可能性あります。小学校のグラウンドを駆け回る鹿の群れ、その数なんと20頭ほど。小学校は苫小牧駅から2キロほどしか離れていません。バックネット裏の森土には無数の鹿の足跡があります。そしてこの足跡はこちらにも続いていまして、校庭を走り回った形跡がはっきりと確認できます。はじめ先生が目撃した時ってどういう状況でしたか？はい、この辺になんか茶色い塊がいっぱいあって、はい、それで何かだと思ったら鹿で、この学校で初めて鹿が来たのを初めて見たんで、びっくりというか、そうですね、目を疑いました。登校時間になっても鹿が居座っていたため、教頭が警察に通報。鹿が山に戻る際に通りそうな道路は通行止めに。鹿、野生の鹿います。近の道路歩道を飛び出す可能性あります。その後鹿の群れは小学校を後にし、2キロ離れた王子製紙の敷地内へ。この鹿って西小学校に行ったんですよ。西小学校？いやもうびっくりですね。無事にやっぱり山に帰って平和に生活してくれたらと思います。実はこの周辺では多くの住民が鹿の行動に頭を悩ませているそうです。これですね、このお庭の中に鹿が来てると。はい、でも夜中みたいなので出くわしたことはないんですけど、はい、もう鹿の糞があったり足跡があったりとかで、すごいこの中を普通に通ってるようなので。なるほど。木の皮食べられたりとかもしてるし。北海道西部では鹿の数が激増、推定生息数は20年前の 2.7 倍になっています。10から15頭ぐらいはですね、うまくいけば取れる時があるんじゃないのかなというふうに今期待しているところです。今年1月から始まった大規模な鹿捕獲大作戦。林の中に現れたのは木の板で囲われた大きな柵。この囲い罠ですが、およそ20畳ほどの広さになっています。監視カメラで鹿が入ったのを確認して遠隔で扉を閉めます。そして職員が鹿をこちらの細い道に追い込んでいって捕獲をします。一晩で罠にかかったのは6頭。24時間の監視が必要なため、捕獲を行うのは週に1回。3ヶ月間で65頭を捕獲しました。道によりますと、鹿による農林業被害はおととし1年間で38億円。動物による被害のおよそ8割が鹿によるものだといいます。